番石丸議員の質問を許可いたします。ご登壇を求めます。8番石丸議員。おはようございます。ただいま議長より登壇の許可をいただきましたので、8番石丸一般質問を行いたいと思います。その前に一言、今回武雄市議会の壇上で発言の機会を与えていただきました市民の皆さんに厚く御礼申し上げます。今後4年間一生懸命頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さて、平成12年に地方分権一括法が施行され、行政財政の改革のもとに平成の大合併が全国の市町村で進み、平成18年3月、喜多方町は山内町とともに武雄市との対等合併をして新武雄市が誕生したわけでございますが、合併から4年後の今日、果たして目指した方向に進んでいるか、いささかの疑問の点もございますが、今回は初めての市議会、武雄市議会での質問でございますので、市長の政治方針をお聞きした上で、今後の議員活動の指針といたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さて、昨年の総選挙におきまして、自民党政権から民主党政権へと移行いたしまして、8ヶ月過ぎましたが、早くも畑山政権は崩壊し、菅政権へと衣替えいたしました。しかしながら、国が抱える累積赤字は増える一方であり、財政の再建は急務であります。このことは昨日の市長答弁の中にもございましたように、他教師においても同様だと認識しているところでございます。他教師は市長のもとに行財政改革プランを作成し、合併の効果として行政コストの縮減、行政組織のスリム化、人員の適正配置、専門知識を持った人材の育成を行い、市民ニーズへ適切に対応した行政サービスの提供と合併特例債など財政支援措置の活用による重点事業を行ってまいられたと認識するところでございます。また市長自身のブログで武雄市の情報を発信して武雄の認知度を拡大された功績は大いに評価しております。しかしながらそれに反しまして、今回の選挙を入れまして4年間で3回の市長選挙になってしまった原因はどこにあると思いでしょうか。私は議会自身の説明不足にも原因があると考えております。確かに議員自らがまた会派での議会報告を出して広報活動をなされておられる議員さんもたくさんいらっしゃいますが、武雄市議会としての議会代理は発行されておらず、議会の広報が十分に発揮できなかったのが原因じゃないかと考えるのは私一人ではないと思います。私は今回の市議会議員の選挙におきまして、議会の情報を正しく発信できる広報活動や住民の皆様の声をこれまで以上に議会が反映できる制度の改革が必要だと訴えてまいりました。もちろん議会のことは議員自身で考えることであり、市長にお尋ねすることではございませんが、後立ってご見解を伺
いたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。幸いにも先般の臨時議会において議会改革調査特別委員会に参加させていただくことになりました。山口正弘委員長のご指導のもとに議会改革に取り組んでいく所存でございます。どうぞよろしくお願いいたします。さて、先ほども申し上げましたが、市長の政治方針、今後の武雄市の将来のありようをいかがお考えなのか、市長選挙においてみんなの政策主義として今後4年間の施策を示されておりますが、これはホップ、ステップ、ジャンプで言えばステップの段階であると書かれておられます。次なるジャンプについてどのような方向へジャンプされようとお考えなのか、まずお聞きして、その次に地方分権、地域主権についての総務省出身であられる市長に今後求められる行政の在り方や、また議会に求めるもの、住民に求めるもの、忌憚のないご意見を頂戴いたしたいと思います。それではまず最初に行政の枠組みについてお尋ねいたします。今市長は旧西10町、今の3市4町での広域合併を検討する考えがあられるのか、また大町との合併の話は今後どうなるのか伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。桑田市長。まず大町町の合併問題について私から申し上げます。でこれはちょっと経緯がありますので、ちょっと遡って申し上げますと、まず平成19年11月13日大町町より協議の申し入れがございました。翌平成20年3月5日私武雄市長と当時の杉原議長、大町町長、大町町の議長さんとで話し合いをしました。で平成20年5月1日、協議方向などについて申し合わせをし、これについては、当時の太田副市長、企画部長、企画課長が武雄市から出ております。そして、2ヶ月後の7月24日、平成20年7月24日については、今度は企画部長、企画課長が打ち合わせに、参加をしております。で20年度につきましては、大町町との事務事業の現況調査を実施をしており、平成21年6月16日、地方政府調査会が平成の大合併の打ち切りを柱とする答申を決定をしております。そして、これがちょっと私も寝耳に水だったんでございますが、平成22年3月11日、あ、今年ですね、3月11日に、これは大町町議会の一般質問だったやに記憶をしておりますけど、その中で大町町長が、議会の統一見解がまとまれば軌道修正、これはすなわち合併解消だというふうに思っておりますけれども、もうやぶさかではないということをおっしゃれた。で私はそれは翌日の佐賀新聞で、知ることになりましたけれども、これはちょっと、私にとってはもう寝耳に水でございました。これは当時の杉原議長も、同じ考えだと思うんですが、そういう経過をたどっています。その中で、私としては基本的に大町長からこれ協議の申し入れがあったんですね。私たちからはアクションは起こしてないんですよ。ですので大町町さん の意向、この合併については大町町さんの意向をまず注視をしたいということがまず第一です。で第二についてはこれは何よりも武雄市議会のご意向です。あくまでも、石丸定議員さんをはじめとして、議員さんは武雄市民の代表の方々でありますので、私は市議会のご意見に耳を澄ませたいと思っており、それを踏まえて武雄市民全体の皆さんたちにご意見を伺いたいというプロセスを踏みたいと思っておりますので、ぜひ石丸定議員さんを先頭にして武雄市議会の中で
ご議論をしていただければありがたいというふうに思っております。この4年間で大町町の合併については河原千秋議員さんをはじめちょっと私が記憶する限り数人の議員さんしかご質問がありませんでしたので、それは議員さん皆様方に逆にちょっとどういうお考えなのかというのを虚心坦懐聞いてみたいというふうに思っております。で、広域合併については私から広域合併についてアクションを取るつもりはありません。それは私は基本的に身の丈というのはあると思うんですよね。身の丈で武雄市の身の丈ということに関して言うと私はちょうど今の5万から10万ぐらいがいい感じかなと思っておりますし、これは私は公職選挙法上の背踏み活動を1万数千件行いましたけれども、やっぱり顔と顔の見えるっていうのは首長レベルでいうとやはりその5万前後がやっぱりベストかなというふうに思っております。しかしながら民主党の進める方向には九州府同州制ではなくて強制合併をしたいという話を非公式におっしゃられる方々もいらっしゃいます。まあ、菅さんがどう思うかは別にして思われてますので、そういう合併にならざるを得ない、強制合併にならざるを得ないときにこの今の武雄市が中心となるという覚悟だけは持っております。そうしないと広域合併したときに例えば鹿島に例えばですね、鹿島にその中心があった場合に武雄はやっぱ錆びれることになると思うんですよ。ですのでそういう意味からするとやっぱり武雄市が一目置かれる存在にならなきゃいけないというふうに思っておりますので、それはぜひですね議会のご指導ご鞭撻をですね仰ぎたいというふうに私一人だと非力ですので、皆様方のお知恵をぜひ結集をさせていただきたいというふうに思っております。広域合併と大町町の合併についての、所見は以上のとおりでございます。8番石丸議員。はい、ですね、私は10年前のもうこの合併の話が出てきたときですね、どうせ合併するならば西十条広域の合併を目指して、広域圏というものの行政二重行政を解消したらいいんじゃないかなという主張をしてまいりましたけれども、今回時間がないということで、将来的には松本町長も将来的にはいずれそういう方向になるんじゃないかなという発言でございました。それで、広域圏 その合併は置いておきまして、広域圏の管理者たる市長は広域圏の組合の今後の在り方ということに対してどういうお考えかお聞きしたいと思います。岩田市長。このご質問は非常に鋭い、ご質問だと思います。行政は基本的にこう重複がやっぱりあるんですね。これは市長にならさせていただいてそれは非常に感じます。そういった意味で、私個人とすればですね、まだこれは長期にも図っておりませんけれども、あくまでもやっぱりその地域試験を考えた場合にはこの単体の例えば武雄市なら武雄市が中心になるというふうにこう思ってるんですね。それが多分民主党が目指すその地域主権だと思うんです。広域意見が中心になるということになると一つ中央集権にこうまた戻ってくるというふうになりますので、そういう意味で言うと私は広域圏というのはあくまでも今もゴミであるとかさまざまな問題で協議をしておりますけれども、基礎自治体の補完的な役割に、なるというふうに思っております。これが地域主権の一つの流れだと思っております。そういう意味で重複をいかに廃するかということですので、そういう意味で言うとですね、私は九州府はいらないと思っています。同州制で九州府はいらない、すなわち国の構造、この国の形を考えた場合にはまず武雄市というのがあって、広域圏という事務組合、ゴミの場合は成分がありますけれども、そういう市の連合があって、あとは国だけでいいというふうに思っていますので、そういう意味で無駄の重複、行政の重複というのは排除をすると同時に基礎自治体の補完的な役割だというふうに認識をしております。そういう意味で私は広域圏の管理者でありますけれども、基礎自治体の意向を最大限尊重するような、管理者としての運営に心がけてきたところであります。8番石丸議員。当面、このままの
枠組みの方が一番やりたいという返事でございました。でこのまま行くならばですね、まあまあ、北方町、山内町の市長の機能をですね、どういうふうにこう、まあ、最初私たちが合併したときは、まあ、市長方式ということで、まあ、機能そのものもある程度は残るんじゃないかなという考えでおりましたけれども、まあ、流れ的にはそういうわけにはいかない状況になっているのかなという気もいたしますので、今後山内市長、北方市長の機能をどういうふうに考えておられるのかお伺いいたします。岩田市長。市長機能に関してお尋ねがありましたけど、これは非常に悩んでおります。これですね、やっぱりこう定規でこう割るみたいな、これある意味人の歴史であるとか文化をその何て言うんですかね、測ることになるんですね、その師匠っていうのは。ですのでそういう意味ではどういうふうにこう何を残すかということについては、最初市長に ならさせていただいたときはですね、私はその市長機能っていうのはしっかり残そうっていうふうに思ってたんですね。でしかしいろんな行政のレクチャーを受けてたときに、これ市民病院もそうなんですけれども、非常にその例えば人件費の問題であるとか、行政のその重複の部分であるとかいったときに、なるべくこう一元化した方がいいっていうのは当時の議論だったんですね。しかしやっぱり物事っていうのは白から黒ってなかなかいかないんですね。ですのでその中でいい塩梅をどういうふうにこう取るかと、いいバランスをどういうふうに取るかといったことで、そこをどっちに置くかというのは非常に率直に言って悩んでいます。でその中で一つの方向性としては、やっぱりこう住民と触れ合うフェイストゥーフェイスの部分ですよね。これについてはきちんとやっぱり残すことを考えています。残さなきゃいけないと。でその上で今例えば、山内市長の場合だったら商工会、これは杉原前議長さんが尽力されましたけれども、商工会がそこにこう設置をされている。であるいは、作業所がそこにあるといったことで、何もその職員のためによるその市長ではなくて、広くその市民、特に弱い立場の皆様方、公的な準公的な何て言うんですかね、その機能を持つところがこう入っていくということで、考えればどうかなと思っておりますので、今徳永さんが元助役さんが会長になられている社協もそういう思想で、入っておりますし、子育て総合支援センターもそういったことであります。だからその職員だけ云々っていうことについてはですね、今のその行革の流れ、等々からして、それはどうかなと、思っておりますので、まあみんなの師匠、ワンマン師匠じゃなくてですね、みんなの師匠に、こうなるようにですね、なればいいなと、思っております。以上です。以上、8番。8番石丸議員。ですね、合併してからつくづく考えるのは、まあ一つの竹押しとなったわけですよね。で、まあ、竹押しの中には若木町、竹内町、それと同じ、まあ、北方町、山内町というのがあるわけですね。で結局どこまで、その北方山内がその一つになったのに、どこまで主張はしたらいいのかというのが私が悩ましいところでございます。で今考えるのはですね、一つの竹押しとなって行政区ですね、区の単位、北方では小さい区から、まあ、大きい区で300、竹押しにおいてはもっと大きい区があると聞いてますので、今後行政区の区割りとか何とか考えるお考えがあるのかどうか。岩田市長。行政区について のお尋ねであります。でこれ私事でお許しいただきたいんですけれども、私の亡くなった祖父が川上区の区長を12年と4ヶ月ほどしておりました。でその時にやっぱりその区民、私もその当時川上区民でありましたけれども、その思いっていうのはそのなんていうんですかね、そういったところでやっぱ育ってるんですよね。ですので上から目線で合併をしなさいとかこうした方がいいっていうのは、少なくとも私が市政を預かる間はそれはもう妄想言うつもりはありません。あくまでもその、まあ、民主党が地域主権、あるいはその自民党が地方分権ということを言った場合に、私はその区っていうのをもっと大事にしたいっていうふうに思ってるんですね。ですので多いところは、まあ、
1000人、河原はなんか1000人越してますんですかね。はい、で、黒地区は60ですね。はい、ですので、それはもともとの歴史の成り立ち、由来がありますので、それは尊重したいというふうに思っています。これは公立でですね、割り切れる問題ではないと思っております。ただ、区がどういう仕事を担うかということについては、例えばその小さい区であれば、連合してなんか仕事をするということはあろうかと思うので、そういう意味で言うと、私は市町村合併の時の私の考え方と区の考え方というのは同じなんですね。なんか仕事があるときは、小意見というスキームもあれば、今でもそうなんですけど、例えばゴミの問題であれば、今一度こう協議をしたりしてますので、そういう意味で、その仕事、業務でこう結びつくということが大事なんじゃないかなというふうに思っております。以上です。質問の途中ですが、議事の都合上、午後1時20分まで休憩いたします。